どうも、ニュージマです。今回紹介する作品はこちら、北北西に雲と行け、入江亜紀先生の作品。大自然と魅力的なキャラクターが織りなす漫画の魅力をばっくり3分で語っていきたいと思います。まずは簡単なあらすじ。凍てつく大地アイスランドを舞台に、ミステリアスな青年深山圭が古びたジムニーを相棒に探偵業をしながら生活していく物語。この設定だけでも興味が出てくる人、そそられる人は多いんじゃないでしょうか。気になる作品の魅力を語っていきたいと思います。その1、キャラクターの造形魅力。なんといってもこの漫画の魅力は登場人物たちのキャラクターです。作者の入江亜紀先生の漫画に登場する人物はどれも魅力的で活力に満ちています。今作もその部分に磨きがかかっており、読めば読むほど主人公を含めた登場人物に魅了されてしまうこと間違いありません。それはただかっこいい、美しい見た目をしているというだけではないのです。キャラクターの佇まいからその人の趣味、ライフスタイル、心情などをなんとなく感じることができるんです。内面から溢れ出る魅力、色気が表面に現れたようなキャラクターの造形は、それだけで作品の世界に私たちを没頭させてくれると思っています。その2、自然、文化の描写。市の作品は人物を取り巻く家、自然、文化的側面を丁寧にコマの中で見せてくれます。本作はアイスランドが舞台。雪に覆われた銀世界は漫画の表現としては面白みに欠けるのではと思った人もいるかもしれません。しかし漫画を読むとそれが大きな誤解であることに気がつきます。凍てつく溶岩の上にできた国、スケールの大きい自然、その自然と調和して生きる人々、それらが丁寧に漫画の中で表現されています。またそこで登場する人物も日本との違いをきちんと描かれているので、遠い異国の文化に触れる面白さも持っています。緻密な描写や演出も素晴らしいものがあり、読んでいるとコマの空白からアイスランドの凍てつく風が吹き出てくるような錯覚にとらわれてしまいます。私はアイスランドに行ったことがありません。その3、物語。魅力的な人物、背景を持った作品であるということは理解してもらえたと思います。そこで織りなすドラマも魅力的。主人公は探偵業、噛み砕くと人の悩みを引き受ける何でも屋のような仕事を生業にしています。しかし探偵漫画のように前は依頼を受けて解決というようなお話の構成ではありません。時には友人と遊び回り、時にはトラブルに巻き込まれ、気ままな自然に翻弄されることもあります。そんな物語の中をジムニーで駆け回る主人公の姿には、自由というか清々しい言葉が似合います。そこにはロードムービーでもありヒューマンドラマでもある不思議な魅力が介在しています。またちょっぴりミステリーな要素もあり、それが作品に芯を持たせていると思っています。この漫画には辛いことがあった人、癒されたい人、逆に新しい出会いが欲しい人、刺激が欲しい人、あらゆる人にアンサーができる懐の広さがあるのかもしれません。以上がこの漫画の魅力です。現在3巻まで刊行されて続きも気になる作品です。全ての魅力が語れたとは思っておりませんので、気になる方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。